大皿には、アジの姿寿司とシマントの鮎、洋羹、果物など。小さい方には、緑の薬味に覆われたカツオの叩たたき皿鉢料理とは、高知県の郷土料理である。また近年では、大ぶりの皿に刺身などを盛り合わせた、遠赤料理を指して、皿鉢料理という場合もある。濃厚儀礼として行われていた、五国宝城の祈願祭や収穫を感謝する、収穫祭には、 神前に様々な食材が備えられた。神事の後それら備えられていた食材をおろし、ミクリアなどで新鮮として調信した。出来上がった料理は神に備えられるだけでなく、神事に参加した者も共に分かち合って食べた。この神と人が共食する主演を直いと言い,い、神と人が共に舐め合う神事の一つであり、重要な儀式とされていた。こういった伝統を受け継ぐ料理は、 明治の中頃まで、蜂盛り料理や、り鉢料理とも言われ、日本全国に残っていた。皿鉢とは皿と鉢の中間的な形態のものを指す。皿鉢は、皿鉢以外にも、皿鉢、サ鉢、チ、鉢、ラ鉢とも言われている。現代の皿鉢の源流である器は、室町時代から作られていた。当時の器は、比較的深みのある高月で、浅鉢、深鉢、大皿、 大鉢など器にあった名称で呼ばれていた。それらの器が、皿鉢と総称され始めたのは、江戸時代だと考えられている。土佐藩の近霊などに、皿鉢や皿鉢と記されており、その他、皿鉢や砂鉢と当て字された記録もある。形状は円形ばかりでなく、小判型や矩形など様々で料理に合わせて使用されている。急寸程度の小ぶりな器もあるが、 今日では池作り以外の皿鉢では一尺三寸がほぼ標準となっている。あまり小さな器は皿鉢と言わなくなっているものの明確な区分は設けられていない。また食卓が普及してからはそれに並べられることが多い。皿鉢だがかつては皿鉢一枚ずつを物のえという皿鉢専用の塗り物の台に置いて座敷に並べられていた。 神事の際の儀式食が発展した、皿鉢料理は日常に食べるものではなく行事食であり、晴れ食であった。旧家の日記や目録には、江戸時代の行事食の根立てとして皿鉢と記されたものが散見できる。当時は正式な儀式食である、本膳料理の前後に供されていたようで、縁を彩るため、あるいは格式ばらない縁石のために用いられたと考えられている。ただ、 江戸時代は、合憲失踪、半正しとした土佐藩の藩省下にあり、遠方2年、遠京5年、明和5年、安政4年には、売買と使用を禁止する、判例も出されており、皿鉢は贅沢品とみなされ、庶民には無用のものとされていた。当時の記録にある皿鉢料理は、仏教はじめ豪商や豪農など一部の階級のものの、 園石料理であったという指摘もある。明治時代になると皿鉢の売買も自由になり、封建的な身分制度の廃止も伴って皿鉢、料理は庶民にも浸透し、大きく発展した。現代の皿鉢料理に見られるような、何種類もの食材を盛り合わせた、組物や、盛り数を、七、五、三の奇数にするといった形式は、この時代に始まったと言われている。また、明治中期頃には、 皿鉢料理の仕出し屋の草分けとも言える店舗が構えられた。明治から大正にかけての仕出し店は仕入れた魚を持って得意先を回り、家々で皿鉢料理を作るといったものだったが、大正時代後期からは現在のような出前を主とする仕出し店が増えていった。昭和30年代になると皿鉢料理の専門仕出し店が高知県河川域に広がり、 食生活の養殖化もあって、今日では伝統的な郷土料理とやや趣向を意味する華やかな宴席料理としての皿鉢料理が主となっている。明治期以降から昭和にかけて、皿鉢料理は土佐の郷土料理として庶民の中に深く定着していった。同じ行事食ながら形式を重んじる本膳料理ではなく、皿鉢料理が受け継がれてきた理由として、 共に料理を作ることで互いへの労を示し、一つの皿の料理を分け合って食べることにより、連帯意識や仲間意識が養われるなど、地域や村落が共同生活を営む上でも極めて有用な、晴れ食であったことなどが挙げられている。刺身の皿鉢工地では刺身を生と言い、生を持った皿鉢と、組物の皿鉢、さらに、寿司の皿鉢を加えた三枚が、 皿鉢料理の一応の基本とされている。縁石が宿縁の場合にはこれに、大の池作りなどが加わる。また、季節の皿鉢として、カツオの叩たたきの皿鉢、ブリのぬたの皿鉢、夏場であれば、そうめんの皿鉢などが加わることもある。その上に、組物の皿鉢が二枚三枚と加わることもあれば、少人数の縁石の場合は生を持った皿鉢と、 組物の皿鉢に寿司を盛り込んだ2枚で供されることもあり、人数に合わせて臨機応変に灯されている。泥目、各自が皿に取り酢味噌で食す。これを茹でて干せば、ちりめんじゃこになる、イケオの刺身を皿一面並べるのが基本とされていた。初の赤身の刺身や、春には泥目が夏にはない、ラゲの刺身が並ぶこともあった。季節になれば、カツオのたたきが加わり、 その他、シーラやブリ、タイやカレーなども用いられている。また、不修儀の際のせいは、活魚の刺身を使わず、豆腐の刺身が用いられていた。生の皿鉢に見られるように、明治期になるまではさらに一種の料理を盛るのが基本だった。これまでに知られている、江戸時代の献立の中で1835年、天保6年に、組物という記述も登場するが、 共に焼き物料理を盛り合わせたものであり、当時は料理ではなく、材料を2種類以上盛り合わせた場合に、組物と称していたと考えられている。また、組物という名も地域によって異なり、組込みや組皿鉢あるいは組魚や、盛り物などとも言われている。組物には、煮物、しじき物、酢味噌和え、白和え、酢の物、焼き物、洋羹、金豚、 季節の果物などが、波乱をし切りに盛り合わされる。皿鉢に彩りを添える、波乱は、明治期に、組物が登場して、以降、料理の味や香りが移らないために用いられ始めた、もので、単なる飾りとしてだけではなく、波乱の色が変わることで、料理の痛み、具合を測り、腹板の際には、波乱を噛んで症状を抑えるといった効能から、組物に欠かせないものとして定着していった。 盛り合わされた料理の中央を飾る波乱を縦波乱といい、今日では人造波乱が主流だが、精緻な切り込みで採掘された数などが現存することから、かつては料理人の技量を示すものとして重要視されていたとも考えられている。白米と砂糖を用いた寿司は晴れ食に欠かせないものであり、皿鉢料理にも必ず加えられる一品である。サバの姿寿司、 天大の姿寿司、太刀魚のかさま寿司、サバやアジのひっつけ寿司、巻寿司、昆布寿司、稲荷寿司など、種類も豊富で、この他にも地域によって特色ある寿司が盛り込まれていた。婚礼や葬式、法事や、震災の他にも、出生の名付けの祝いや節句、新築祝いや61と言われる歓歴の祝いなど、縁を催すといえば皿鉢料理であり、何十枚と用意する。 大きな縁もあったことから出された皿鉢の枚数を示すことで宴会の規模がわかるとも言われていた。専門店の仕出しが主流となる以前には行事の度ごとに手先の器用なものが中心となり、近隣がより集まって皿鉢料理が作られており、小規模な震災や仲間内の酒盛りなどの場合は、各々の家の主人が仕入れや調理を行っていた。また、 他に本職を持ちながらも皿鉢料理に造詣が深く、料理好きで器用な人が、どの地域にも2、3人はおり、器用やりとも呼ばれ料理人として、観婚葬祭や孔など、大勢の客の集う行事の際に雇われては料理の腕を振るってもいた。交通が未発達だった昭和初期頃までは、海岸部や山間部などそれぞれに採れる農水産物の特徴を生かした皿鉢料理があり、 企用やりの料理人たちは、先人から伝えられてきた地域ごとの盛り付けに関する、決まりごとや演技を重んじ、組み物は、修儀の場合は中高に盛り、不修儀の場合には中引くに盛ることや、食材を三角に切るあるいは作るといった、様々な習俗を守って皿鉢料理を作っていた。時代が移り、交通網の発達により、食材の流通が活発になるにつれ、 皿鉢料理の地域的特徴は薄れていった。昭和30年代以降、器用やりの料理人たちは徐々に姿を消し、現在では皿鉢料理のほとんどが仕出し店や料理屋など専門家の手で作られている。かつては皿鉢に欠かせない料理であった、対面の皿鉢や蒸したいの皿鉢を、はじめ、辛いもに松の枝葉を刺して、 大い松見立てと姿勢を盛り合わせた松の皿鉢やカレーの皮を帆に中骨を先体に初の刺身を波に見立てた宝船の皿鉢など寒暦や長寿を祝う皿鉢や太平に盛られた汁物や全財の皿鉢など今ではほとんど見られない伝統皿鉢料理となっている山間地のハラは交通事情の関係から長く延上した海の魚しか食べられなかった 塩出しした鯖を工夫して、晴れ食に用いていたものが、高知の寿司の代表にも挙げられる、鯖の姿寿司の原型になったと言われている。その他、四万十川流域の焼き鮎のそうめんや、鮎寿司、足釣りでは、もぐり寿司を、つわぶきの葉を乗せて、押し寿司にしたつわ寿司を、はじめかますやビダで作る、いお寿司、室戸のこけら寿司など、地域の食材を生かし工夫された料理が、 皿鉢を彩っていた。専門の仕だし店は、園石を華やかに演出しつつ安価な、皿鉢料理を提供することに工夫を凝らしており、縁起を重んじてきた盛り込みの伝統に関わらない、自由な形の組み物が、皿鉢料理の主流となっている。さらに、洋風や中華などの料理が、家庭生活に浸透していったことが、皿鉢料理を大きく変化させていった。フライヤー、 肉料理などが盛り込まれたものや、酢豚や八宝菜といった温かい料理を盛り合わせた組物皿鉢も登場している。また、婚礼や還暦といった祝縁の際に供されていた池作りの皿鉢は一層思考を凝らした華やかなものとなり、鯛ばかりでなくカツオや伊勢海老といった食材も用いられ、皿から大きく踊り出た飾り盛りの池作りが 今日の皿鉢料理の象徴ともなっている。皿鉢料理と同様に新鮮が元となった料理は全国各地に残っていた。高知県に隣接する愛媛県南予地方、宇和島に今日まで郷土料理として伝わる鉢製料理や佐八製のように地理的要因や料理の種類において土佐の皿鉢料理との関係を指摘されているものもある。その他、 かつての伝統郷土料理を元にした縁の料理を皿鉢料理として紹介する実地体もある。上島の郷土料理として伝わる鉢製料理はもてなしのための晴れ食である。料理自体は日常なじんだものだが用いる素材や分量、そして盛り付けで料理の豪華さを演出する。観婚総祭などの行事の際、来客の人数が定かでない場合など、一人数とに 今する本禅料理では禅の花不足で不都合を生じることから、とりわけ料理である、バチ製料理がもてなし料理として定着した。料理に関して食材から、失礼まで万端を指図する人は、橋取りさんと呼ばれ、各お々の,おの,の料理は、共同体で歩く未来の中で得意なものが分担して、調理する。橋取りさんは、とりわけの給仕もしきり、 来客に好みに合わせて料理が途切れないよう気を配る。八聖料理は一種類の料理が一皿に盛られ、皿鉢料理のような組み物はほとんど見られないことから、明治期前の皿鉢料理に近いものだとも考えられている。深飲み、ガラシや米の代わりにおからを用いた、この城の丸寿司、九州伝来を思わせる、スケツマ汁や、ひなた藩など。 特色のある料理が大皿で供される一方、皿鉢料理に共通するばかりでなく、瀬戸内一帯にまで広く分布する、対面が欠かせない一品として加わっており、食の伝播を共にしていたことが伺える。また、秋の収穫祭には、佐八聖という郷土料理が供されていた。大平皿に何種かの料理を形よく盛ることや、料理の数を奇数にするといった決まり事などがあり、皿鉢料理の 組物に連なる料理ではないかと考えられている。ありがとうございます。